奥、奥、奥さん、豊か。奥村豊か。お前本当にやれんのか？猪木が混じってきたぞ。奥さん、俺、今、一口話やってて一番楽しいんだ。奥さん、お前の手腕で12月から3ヶ月連続で相葉が重賞に出るからだ。それも未勝利突破して、見切り発車で挑戦するような3歳重賞ではなく、小賀の本物の重賞だ。奥さん、本当にありがとう。でもよ、は？幸せすぎて怖い。とか抜かす女の気持ちなのか。俺も奥さんの判断が怖くなることがある。お前男だろう。奥さん、スタッドリーは一貫して、2000メートルから2200メートルを使われてきて、出世してきた馬だ。一勝馬の身の上でクラシックを目指して、若葉ステークス3着の実績もある。奥さんの期待、伝わってきて嬉しかったぞ。奥さん、だが、いきなり3400メートルのダイヤモンドステークス。スタッドリーの距離延長。本当にやれんのか？やれますよ、もっと信頼してください、俺のこと。奥さん、今回は長距離に挑戦させますが、スタミナは豊富な馬ですし、ここ最近は折り合いがついてますから、勝機あると思います。奥さん、奥さん、俺に重賞制覇。初めての重賞制覇。期待していいんですね。奥さん、俺、奥さんがダイヤモンドステークスと言い出したとき、同じ相場でステイヤーズステークス2着のプリムドールと間違えていたんだと思ったんだ。奥さん、俺の相場のインディゴブラックもダート馬なのに芝で何度も惨敗させてるけど、何か意味はあるんだよな？めちゃくちゃ疑ってる？奥さん、俺は何も言わんぞ。その代わり、は？モレイラ、モレイラ、モレイラ、ジュアン、ジュアン・モレイラ、お前本当にやれんのか？モレイラ、股関節の故障、本当に大丈夫なのか？奥先生の決意は伝わったけど、モレイラ、お前はどうなんだ？泉本屋以来のダブルブッキング事件のことは過去動画でやったから言わないけど、お前、香港ジョッキークラブに股関節の故障で免許取り上げられてるよな？モレイラ、お前、その直後から母国に帰って、騎乗しまくってるじゃないか。モレイラ、今年は世界中で感謝を伝えるためのワールドツアーなんて言っているが、ぶっちゃけ就職活動なんじゃないか。モレイラ、おそらく、これが最後の日本での騎乗になるんじゃないか。モレイラ、そんなお前に俺から提案がある。日曜のシャールズスファイトで勝てばマジックマンの日本での最後を飾れる。確実にお前は伝説になるが、本当のファンタジスタ。マジックマンならスタッドリーに魔法をかけて俺に重賞をプレゼントしてくれないか？実は俺、この世代スタッドリーが優先権使った獅子馬だったんだ。そんな馬が重賞買ってくれると、俺、めちゃくちゃ嬉しいんだ。まさかの小学生並みの感想？モレイラ、俺、中のゴール前でのマジックマンの来日公演。その序章。待ってるから、奥さんも俺と一緒にウィナーズサークルで待ってるって言ってるからな。競馬ゆっくり分身疑惑？一着入選したらネクタイ巻いて集合場所に行かないといけないからな。現地の一口馬主を見分けるのは案外簡単そうね。奥さん、モレイラ、スタッドリー、頼んだぞ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。本当に重賞で相場の疾走を毎月楽しめる。こんな幸せ。そうないわよ。お前、感謝の聖剣好き奥村豊厩舎にやりそうな勢いだな。まあ、ステイヤーズステークスはプリムドールで2着。AJCC はスタッドリーで6着。着順も悪くないからね。これでさらにダートで2勝してくれたインディゴブラックもいるからね。オック先生様様よ、オックチルドレン。でねえ、一応この動画、ダイヤモンドステークスの予想動画でもあるんだけど、そうよ、スタッドリーばかりの動画じゃないわよ。ぶっちゃけさ、ダイヤモンドステークスって、伝統のある格式高い重賞でずっと昔だったら、
それこそクラシックで勝ったような馬が出るレースだったけど、近頃のダイヤモンドステークスは長距離路線が昔より軽視される風潮もあって、メンバーが揃わない重賞でさらにはステイヤー向けにサウジではレッドシーターハンデが G3 という格付けで1着賞金2億円で招待だからね。そこからドバイのドバイゴールドカップに連戦できるしね。だから、フェブラリーステークスもサウジの影響を受けているけど、ダイヤモンドステークスも受けているってわけ？で、メンバーもやはり低調だと言わざるを得ないわ。おう、ぶっちゃけさぁ。ステイヤーズステークス2着のアイバプリムドールはここが目標だったけど、トンザで回避。出てきてたらおそらく一番人気だったでしょ。確かに。現時点での想定一番人気は連勝で万葉ステークスを勝ったミクソロジーだし、私としてはミクソロジーは危険な人気馬だと思うわ。確かに強い競馬で勝ってきて、準オープンを飛び級して、オープン勝ってるけど、2着の耐性モナークは全然そうではスタッドリーに大負けしてるし、小馬とこのレベルで56キロ。前走から3キロ増加。これをどう見るかね。もちろん、ここで勝てば新星が現れることになるけど、スタッドリーのウックガチャとどっちがいいかと言ったら、こっちは分が悪いように思うわ。おお、上位人気になりそうなアスクワイルドモアも金層は燃え尽きたように2桁着順連発してるし、着差も1秒以上つけられてるから、旬が終わった可能性があるし、ベローチェオロは休養明け前に戻ってれば頭だけど、さすがに休み明けは買いづらいし、これは当選カンビーナにも言えることね。で、正直この距離で準オープンとオープンの違いって万葉ステークスを見ればわかるけど、ほぼないわけ。つまり、スタッドリーがオックガチャを成功させれば、頭でいける。ということ？そうね。今回はひいき目もあるけど、スタッドリー本命でいいと思うわ。57キロから56キロに減るのも魅力だし、オリオンステークスは57キロで準オープンも突破したし、連続騎乗の境優勢じゃないのは折り合いに不安があるけど、モレイラがまだファンタジスタと信じての本命ね。当日のモレイラの騎乗は要チェックね。股関節的に最初は良くて、午後には悪くなって、みたいなことにならなきゃいいけど、やめろ言霊を飛ばすな、で。今回なんとシルクレーシングが3頭出しという必勝体制なんだけど、2番手評価もシルクでシルブロン。この馬募集当時、当選冗談はねえだろ。って思ってたけど、まさかここまで出世するなんてね。ルメールの連続騎乗もいいし、頭もありうるわね。スタッドリーに出資してなかったら、こっちが本命ね。おお、今回は3番手評価。タンアナ想定が3頭までいるんだけど、1頭目がウィンキートス。この馬はカンカン泣き。いわゆるハンデキャップホースで構想したのは55キロ未満が多い。今回は55キロね。そこが問題で55キロでもオールカマーで2着と構想したりしてるから、この金量が分水嶺。さすがに長距離だから頭まではないと考えたわ。確実に筋量が軽ければ自分の能力は出すタイプの馬だから期待できるわ。2頭目がマリノアズラ。前走は確かに対抗のシルブロンに6着と負けているけど、今回はマイナス2キロの53キロ。それに準オープンの長い距離を連続2着は力のある証拠だからね。おお、3頭目がベスビアナイトね。オープンに上がっていいとこなしではあるんだけど、得意な長距離路線に戻れば期待できるんじゃないかしら。筋量も55キロと少し減るし。あれ、シルクのレクセランスは入れないの？同馬主や同級者が多頭数出すときは人気薄を狙え。なんて格言もあるけど、今回はスタッドリーの役割かな。レクセランスもいい馬だけど、この馬は折り合ってある程度の足を使う印象で、来てもおかしくはないけど、3着までね。56キロでミクソロジーに万葉ステークスで 0.5 秒差つけられてるし、耐性もナークも捉えられないんじゃ。ただ、この馬はここを目標にしていっぱいに仕上げてそうだから、激走はありそうだけど、56キロと見込まれてるからなぁ。買いづらいわ。おお、買い目はどうよ。この5頭のワイドボックスね。あとはスタッドリーの単勝ね。おお、本当にワイド好きだなぁ。あのねぇ、
ワイド全通り当ててみ。脳汁すごいぞ。あと配当も結構いいのよね。今回は結構スタッドリーに期待できるということね。まあ大当たり引いてからのハイパーオックさんチャンスを突破したらの話だけどね。だから買い目がワイドボックスなんだな、に。にっこり。以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。